何？うん？この山だ。この山は分からん。ここは入ってくね。富岡市立西中学校。ここよ。ここ。書いてなかったらわからんね。うわ、なんかこの中学校の懐かしかね、なんか中学校っていう感じやね。なんか。なんか書いてある？お城。ああ、やっぱりね。おお、見晴らしすごい。確かにすごい。おお。先に神成山ってあっけ、そこまで行ってくる。はい、ちょっと今神成山の山頂を目指して、いますが、かなり急な段差です。さっき結構年配のグループと、すれ違いました。その中の女性がですね、今日年は90歳ということで、すごいですね。90歳で同じように俺いけるかなと思ったら、ちょっと自信ないですね。おお、すごい、すごい展望、素晴らしい。山頂、神成山の山頂に到着です。いいね、木漏れ日が。さて、ここは結構バーチキレトッケンさん滑ったらおっちゃくんもんね。確かにシャーって落ちていきそう。エスカったところ、エスカったところね。だけどそういうとの起きらんように、避けるときは山側に避けた方がね。どこに置くか分からんもんね。分からんね。ほら、ね、今つまんだだけで落ちたやん。あ、ほんまで。これ、ネモフィラって言うと似とるね。さあ行こう。荒船山登山道入り口。今日は山のはしご。大きかー。
なんちゅう帰れるか。立派かね、うん、冬眠から目覚めたとやろか。冬眠はもうこの昔に目覚めとらんかね。寒かけん動きのとろうなったとかな。それじゃあ下山した。登ってもいない。登っていないよ。